小野家の一人娘として生まれたラル。俺のことはラル以外誰一人として覚えていなかった。ラルはどうにかそんな俺を復活させようと俺のスマホをゴゼ会から盗み出したんだけど、それがきっかけで神選びが再開されることになったんだ。